心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日はお客様のお着物をお預かりするとき、そんなこんなを皆さんと検証です。それでは行っちゃうよ。お客様とお約束をして、ご予約の日にちが決まりました。そうしたら、できることなら事前にお着物をお預かりしたいところです。当日持ってきますっていう方もやはり中にはいらっしゃるかとは思いますが、もう何回もお付き合いしているお嬢様や、まあ奥様や、お召し物を持ってきていただくのはそれで安心という方であれば構わないんですが、初めてのお客様、あるいはお客様もよくわかってらっしゃらない、そんな時にはできることなら早めにお預かりをしたいところです。例えば何かがなかった時に、ご用意までにお日にちがあればご用意することや、借りてらっしゃることもできるかもしれませんが、前日持ってきてくださいだと、いくら事前にお支度をするのであっても間に合わないことがあります。当店では1週間前にはお預かりしたいですとお伝えしています。そこでお預かりする時の注意点というわけです。まずうちでは衣装ケース、まあこういう箱を、コンテナって言われる、こういうのをご用意しているんですね。普段は畳めるし、これにこういう紙を用意しています。お名前と、例えば撮影なさるお嬢様の場合、お母様の場合、こう、撮影日が入ってたり、ご入店時間、ご用途、七五三、成人式とか、お祝い事とか、お出かけとか、そんな風になっていて、お持ち込み衣装なのか、他店様から借りてらっしゃったのか、うちのレンタルなのか、というようなことがわかるようにして、ここに差し込むことができるようにしています。そしてこうして差し込んで、お客様がお見えになるのが分かったら、ここに入れてお待ちしています。そしていよいよお客様がお着物、その他その他いろいろをお持ちになっていらっしゃいましたというところからです。さあ、そこでお客様はお着物をお持ちになりましたよ。まずお着物をお預かりするとき、こう床にドーンと置かずに、敷物、敷紙、そういったものをご用意して、お客様のお着物をお預かりいたしましょう。高価なものもたくさんございますからね。そして、うちでは、お預かり伝票という複写の伝票をご用意しています。そこには、まあ、細かくいろいろなものもあらかじめ書いてある場合もありますし、まあ、そういったものがないにしても、お客様からこれをお預かりしましたっていう預かり証みたいなのはお渡しできるようになっていると安心ですよね。あれがない、これがないって後でなった時に、お預かりしてますでしょうか、こう確認できるものなので、お預かり伝票、複写のもの、これは大事だと思います。そしてですね、お客様があれこれ持ってきてくれますよね。数を伝票の中に書き込んでいくんですが、例えばこうして紐が5本。これで紐が5本ですね。で、この紐、注意点は、お客様、長尺じゃなくても大丈夫？お客様は波尺で大丈夫？その波尺、一体どのぐらいの波尺？っていうところも、きちんと把握できていた方がいいです。大丈夫ですよ。前これ、この紐で来たんで、どのぐらい前ですか？
お伺いしたら、25、6年前かな、なんて言われてたら、お客様のご様子も変わっているかもしれません。まあ、単純な話、太ってると足りなくなりますよってことですね。で、そういうこともあるので、この紐、あるいは、七五三の紐を持ってらっしゃる方もいます。広めたら、あら ?2 メートルもないんじゃない?っていうような短い紐であったら、お子様用のこともあります。なので、一旦まあ、長さ、こう確認するっていう意味で、2メートル20ぐらい波尺で欲しいですし、長尺となったら2メートル50欲しいところです。それも確認です。そして、縦巻き縦締め。これも大事なお道具の一つです。で、もしないなって言った時には、お着物が重くて長く、振袖だったりとか、まあ乙女袖だったりとかしたら、できれば縦巻きの方がいいかなって思うので、縦巻きをご用意できるような、まあ販売するものがあると便利ですよね。そして、小物の中に帯板。帯板、これ、まあできることなら、ぜひ、まあ、一枚は欲しいところですね。振袖だと前と後ろと必要かもしれません。そして、補正のためのタオル。何枚持ってきてくださいっていうようなことは事前お伝えしておいて、まあ、3枚から5枚、細い方で6枚とか、そういったの普通のタオルで持ってきていただくといいと思います。で、枕。枕ってこう意外と癖物で、二重代行するのか、振袖用の枕なのか。私もいろいろな枕オリジナルで作ったりしてますけど、それも、どんな風になさりたいかで随分違うと思います。私のいつも薄っぺちい枕って言ってるあれで、お太鼓を二重代行を作ったら、ちょっと寂しい地味なお太鼓かもしれないですよね。枕。そして、帯揚げ、帯締め。そしてそんな時、この帯締めの房が、こう、ボサボサになってないかなんていうのも、ちょっとチェックしたいところです。そして、足袋に、肌着です。肌着も、広げてみて、上下のワンピースなのか、まあ、上だけ、下だけ、というような役不足がないかどうか、それもちゃんと確認しましょう。そして、いよいよ、帯と着物。帯。二重代行をなさるのか、何か変わり結びをなさるのか、そんなことも確認して、二重代行をするには、ちょっと長さが足りないような名古屋の帯だったりとかした場合、二重代行にはならないかもしれない。そんな場所でいいのかどうか。二重代行を作りしなくてもいいお着物なのかどうか。そんなことも確認がご一緒にできるといいですよね。そして、いよいよ、お着物、長襦袢となった際ですね。お着物と、これは色文字ですけど、長襦袢、お袖は合ってますか?お袖の長さです。雪は合ってますか?雪やお袖は合ってますか?お釣りのものですか?と聞いたときに、大丈夫ですって、すんなりとご理解いただけるお客様ならいいんですが、ご理解できないお客様。要するに、それって一体何の話でしょう?で、着物のサイズですよ、とお話しして、着物にサイズってあるんですか?って、やはり未だに言う方がいらっしゃいます。だからそういう方だと、この袖の長さが合わないとか、雪ですね。雪はこの長さですけど、雪が合わないと、お袖から長襦袢が出てしまいます。すごく短いのも、今度はやっぱり、脇から、お着物の脇から、長襦袢が出てきてしまいます。そういったことも確認したいので、合わせて確認をするというのも大事なポイントです。そしてもう一点大事なこと。この長襦袢には、今、半襟がついています。白の半襟がついています。こちらの長襦袢には、半襟がついていません。大襟だけの状態です。なので、この状態でお持ちになったお客様がいらしたら、半襟をお付けしなければいけないということです。さっとこうやって遠目で見た状態だと、素人の方、まるっきり着物知らないんですっていう方だと、ついているかついていないか判断しかねたりしますよね。
それに、いつも半襟っていつでもついてるものだという認識しかない方も中にはいらっしゃいます。ということはですね、実は半襟っていうのはもう当分着ないなと思ったら外して洗って次回着るときにまたつけるもんです。あるいはここ一番の時には付け替えるものです。なのでこういったものを持っていらしたらお客様にこれは付け替える必要があります。新しくつける必要がありますっていうご案内をして、そしてもちろんお店にご用意があれば半襟の販売やその時にお使いになる三河紙などもあったりすると理想的ですし、つけるという行為ができたらなおさらいいですよね。もちろん料金は頂戴していいと思いますよ。お家でつけてこれますかと言ってつけれますという方はご理解なさっている方なので、つけれないとおっしゃった方がやはりこの短時間でね、2日や3日でつけるってなかなか難しいことかもしれませんので、ここ一番もし半襟がついてなかったらそれに気づいてあげる、それが必要です。半襟がないと実際長襦袢をお召しになることはできません。長襦袢がないと着物をお召しになることもできないというわけなんです。ここまでやってきて、あ、そうだったな、失敗したな、なんて思うこといろいろあるんじゃないですか。振袖なのに広げてみたら、いざ着せようと思ったら袖が短かったなんていうこと、時々式場なんかで振袖で短い袖で着てる方お見かけしたりしますから、それは着せる側の確認が足らなかったかなと思いますし、事前のお預かりではなかったのかもしれません。この他にご入り用なものはお草履です。バッグはお預かりする必要はございません。バッグは当日何か貴重品、お財布だったり携帯だったり、まあ少なくともコンパクトなどお入れして持ってくるのが普通なので、事前にお預かりしてしまってはお客様が困るものです。それにじゃあ預けときますと言われてお財布を預かっても困りますから、ですからバッグは普通お預かりしませんが、お草履は履いて帰る必要があればお預かりしますし、もし履いていらっしゃいますと、ご来店くださるときに履いてきますとおっしゃったら、足袋もお返しして足袋とご一緒に履いてきてもらうのがよろしいかなと思います。さあいかがでしたか。意外と皆さん気がつかないで、はいはい綺麗に畳まれてるな、このまま畳んだままと思ってお預かりしてしまっていると、広げたらあら袖が合わないなんていうことあるんではないでしょうか。そしてお着物を早々と吊るしてしまったりしない方がいいですね。まあできれば前日の午後、朝一翌日としても前日の午後あたりでよろしいのではないかなと思います。シワが心配ですとおっしゃったお客様は、うちではもう事前にできていってしまっているシワについてはここでアイロンはお控えさせていただいております。大事なものなので何かあるといけないので、まあ早い段階で2週間3週間前にお預かりしてたら、どこかお近くでプレスだけでもしてもらったらいかがですかってクリーニング屋さんに行ってみたらどうですかって言ってみたり、うちですとわざわざまあ専門のところに送りてもらってるので、それなりの金額がかかってしまうので、お家でお母様がご自分で当て布をしておシワを伸ばしてらしても構いませんよというようにして、一旦帰ってシワを伸ばすようなお時間があるということも大事だと思います。さあ、いろいろたくさんありましたよね、注意事項。見逃しているところはありませんでしたか？さあ、これからもお着物をお預かりして、ワイドリの時とか、お祝い事の時とか、たくさん4月はありますよね。お客様とご一緒に楽しんでまいりましょう。さあ、基本の木、お客様のお着物をお預かりするとき、まずは式紙を引いて待っていよう。衣装ケースも用意しよう。伝票も用意しとこうというわけです。さあ、わかりましたか。一緒にやっていきましょう。それではこの辺で皆さんに元気注入してバイバイです。いいですか。いきますよ。